だからもう、もう、走塁に関しては、うん。赤星、俺はなんで飛んねえのかな。そのテレビでよ、あの解説とかで食ってるって言うけど、まあそっちの方が食えんのかどうかわかんないけどよ、投手のコーチを誰にするかだな。だから山本昌なんか呼ばれりゃいつでも行くって言ってんだよ。あ、ヤブとかもうダメだから。あの人は基本的に野球のことはあのパータローだから分かってねえから。よっぽか山本昌の方がいいな、俺。投手コーチ。べったり貼り付けてよ。テクニカルな面で言うと、吉井なんていうのはもうそれは悪い。悪くない。全然いい。今中いらない。マジで。俺の中ではね。サンデーモーニングの張本って、うなちゃんから見てどうですか？優秀な選手だったんですか？張本？もちろん優秀だよ。優秀というより、器用に見えないのに器用だったよね。だから今でも張本はテレビでああいうちょっと偉そうなこと言ったってやっぱり張本なんだよ。小原さんもいいと思います。あ、テクニカルな面ではね。でも阪神上がりじゃねえじゃん、小原は。ヤクルトだろ、小原なあ。じゃなかったっけ、小原って。
だそういうその球団の垣根を越えてやっぱりいい指導者をどんだけ入れれるかだな。そっちだな。ドラフトに金なんかかけるよりもそっちだと思うよ俺は。ああ。桑田。多分桑田の投球術は阪神タイガースのピッチャーに合わないと思う。うん。おそらく。理論的に、もうほぼ完成されちゃってるから、この間な、面白いこと言ってたな、テレビで。俺、新庄が出てるテレビ見てたけど。背番号が、いつもと見え方が違うって。あれ、まあ、同じとこから見てたんだろうけど。それってそういうことかみたいな。スランプに入った時に、後ろから見ててそう思ったんじゃない？大正解なんだけどね。それはだから桑田がよく言ってる、フォームの修正というか、ほんの些細なことなんだけどね。あ、もうマクレーン、江夏にコーチなんかやらせたって無理。だから天才にコーチをやらせたらダメなんだよ。わかる？天才はコーチにはなれないから。うん。無理っすよ。あとはバッターがスランプに陥った時に、藤川球児どうしましょうか。もう昔のキレはないから引退でいいんじゃない？十分やったと思うよ。だってよ、ことごとくよ、セリーグのバッターがよ、球速じゃなくてね、スピードじゃなくて、誰の球が一番速かったかって言ったら、ここ最近のプロ野球で言ったら、全盛期の藤川球児が一番速いっつって言うんだからみんな。ほぼ言ってるぞ。
一流のバッターは。ほとんどそれだね。だもっと前の世代になると江川になって、そのもう一個前だと江夏なんだよ。だ新庄の話はいいよ、もうそれはやれたら やりゃいいんだから。あのあんちゃんあれはいいんだから。山口隆ってあれか、阪急ブレーブスのか。違ったかな、多分阪急だと思うよ。だよな。だって藤川球児の全盛期の時のボールを日本のプロ野球界のピッチャー全部と比べたの知ってる？スーパースローの映像で。ナンバーワンだから、藤川球児のスピンが。球の回転数。指から離れてから、キャッチャーミットに収まるまでのボールの回転数をスーパースローで全部計算したの。藤川が一番球回ってんだよ。ストレートね。そりゃ打てねえやな。だからスピードじゃない、スピンなの、いわゆる軸が。だから縦10度だって言ってた。俺はちゃんと見てんだよそういう番組もよ。あ、データがもう示してんな。ほんの10度だってよ。ほぼ10度って言ったらほぼまっすぐにボールが回ってんだよ。そら打てねえよ。あんなピッチャーはもういくらよ、160キロ近いスピードボール投げても回転数が上がんねえから。そうなんだよな、回転数を上げる練習のやり方って分かんないんだよね、みんな。でもね、俺藤波の投げ方は好きなの。コック使うから。あ、これは野球やってる人だったら分かるけど、コックってなんだかわかる？藤波は結構かなり強烈にコック使ってるからね。投げるボールを握ってる手を後ろに引いた時に手首がコックしてんだよ。これは野球でいうところの、それをコックって言うんだけど、引いたらここで後ろで、まあそれは体型とか体格とかにもよるんだろうけどな。俺自分でさ、ピッチャーやってていろんなことやってたから、ああこうやるとこういう風にボールが行くんだ、こうやるとこういう風にボールが行くんだって、やってたから。
あと肘の使い方とかね。普通は上げた足を力を入れたら俺はダメだと思ってんだけどね。ダラーンと脱力した状況から最後のフィニッシュで力を入れる方が俺はいいと思うんだけどね。もう足上げた段階で力入っちゃってるから。違う違う、足を上げた時、なんであんなに踏み込む方の、だから藤波で言えば右足をあんなに最初に力んでんのかな。だから力んじゃってるっていうイメージね。もっとダラーンとしながらやった方がいいんじゃないかなと思うんだけど。考え方の問題だけどね。考え方だよ。だからワインドアップやんなくなったろ、藤波も。西本や星ヒューマなんて言われて足をなんで上げてんのか、あれは力入れてないんだよ。巨人のだろ西本って。抜けてんだよ。わかんねえかな。まあ動画で見せれねえからわかんねえけど、みんなわかんねえと思うけど。西本ってなんであんな足上げてるかわかる？あ、元巨人のね、シュートボーラーだから。あれって縦軸使ってないんだよ。上げた足を バッターに向かって戻す時の横軸の動きを使ってんだよ。下半身と上半身の動きを逆にねじってるっていう投げ方なの。ショートの守備位置ぐらいに、ショートとサードの間ぐらいに足上げるだろう。あの、自分の胸の方に足上げてこないんで。で、そっから投球動作に入るから、
イニッシュに入るから、体は完全にバッターの方には向かないんだよ、この両肩は。うん。だからキレのあるスピンボールのシュートが投げれるの。普通に、まあ俺は左利きだけど、俺がシュートを投げようと思ったら、多分肩はオープンにするよ。だってこうやって投げた方がいいんだもん。わかる？あの、こうやって投げた方がいいんだもん。顔はベースボール見てない、あのキャッチャーミット見てないで投げた方がスピンかかりそうだろ。違うんだよ。そうじゃないんだよ。開かないで、最後に押してやるんだろう。うん。だから切れるシュートボールが投げれたんじゃない？あとはボールの握る位置だな。うん。全然曲がるぜ。握る位置変えるだけで。同じ投げ方です。